こんにちは、ひーこです。この波長は何なんだろう。鳴り響いてるよな。お、カバーヘルメットもなんか反応してる。ひーこさん。一体何なんだろう。ひーこさん、去年からすいません、クーラーは壊れたままで申し訳ないんですけど、地球の夏っていうのはとても暑いんですよ。暑さに弱いテクさんは夏来てますよね、去年。あんなことになりました。すいません、窓閉めてもらっていいですかね、暑い。熱くりだなって。わーってくるんですよ。ありがとうございます。この親切だ、あなたは。さん、何ですか。これ何ですか。これこの音なんですか。この音。あれは地球のセミっていう生き物の鳴き声じゃないですか。セミ。そうですよ。あれ、ひーこさん、セミの鳴き声初めてでしたっけ。あれ、去年も聞いてますよ。覚えてない。ひーこさん、セミに興味持ってるんですか。セミっていうのは地球の昆虫なんですよ。生まれて、幼虫の時はですね、子供ですよ。子供の時は土の中でだいたい8年から9年生きてんのかな。で、大人になると外に出て、一生懸命鳴いて、次の子孫を残すんですけども、1週間で死んだんだよね。1週間。あれ、地球に来て勉強してるひーこさんなら1週間は分かりますよね。1週間です。1週間、わかんない。1週間、ひーこさん。押しましょうか。ひーこさん、